では、富樫選手にお伺いしたいんですけど、まあ、その今回、まあ、クラッシュでこう初めてキックの試合に、まあ、出る、まあ、そう決めた、理由は何だったんでしょうか。あ、いいですか。まあ、他にいろいろキックあるんですけど、まあ、一番は広島であるっていうのが一番なんですけど、他のキックの団体よりアンチ評価してくれるんで、そういうのを考えたら勝算はあると思いました。ありがとうございます。続いてご質問ございましたら、勝田選手にお伺いしたんですけど、まあ、今回クラッシュ初参戦ということで、まあ、クラッシュという大会とかイベントには、まあ、どんな印象を持ってますでしょうか。まあ、自分がパンチの選手なんで、すごいクラッシュ自分に入れるなと思ってるんで、ここで明日はいいクラッシュで、まあ、次のクラッシュでもないように頑張りますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。勝田選手はジャパンキックボクシングイノベーションの、現役チャンピオンとして今回クラッシュ初参戦となります。続いてご質問をお願いしたらお願いします。では、まずは前選手にお伺いしたいんですけど、今回この広島で試合をするということについて、どんな思いがありますでしょうか。じゃあこれが最後の質問になりますかね。はい、広島でやることについてどんな気持ちがありますか。それと、明日こういう試合をしたいということも含めて最後の、コメントとしてください。北井選手いきますか。はい、よろしくお願いします。やることは普段と一緒なんで、別に大して思い入れもないんであれですけど、まあ、いつも通り盛り上がる試合すればいいかなと思ってます。はい、応援お願いします。お願いします。それでは返します。じゃあそのままお願いしていきましょう。はい、白川選手お願いします。今回この広島大会を皮切りに、どんどん中四国との格闘技に頂けたらいいなと思ってます。明日試合を勝ってコメントいただきます。ありがとうございます。それでは富樫選手お願いします。地元なんですけどキックの試合出るんでちょっとアウェーみたいな感じなんで、まあ、それで頑張ろうと思うんで、はい、はい、ありがとうございます。牧原選手お願いします。クラッシュファイターのトップっていう皆さんに胸張って言える試合をします。あとやっぱこっちに自分がやっぱ東京おるけどやっぱ動いてくれる仲間がめちゃくちゃおるんで、やっぱそいつらの顔見やっぱり見ようたら負けられんので絶対に勝ってみんなで美味しい酒飲みます。ありがとうございます。ボーマン選手お願いします。広島でできる機会がまあないと思うんで、なかなか、次も来年も組んでもらえるように、一回でも多く、いい試合をしたいと思います。ありがとうございます。ボーマン選手お願いします。自分は愛媛でやってるんですけど、状況はせずに、なんで、まあ、愛媛の人と広島に近いことがあって、一番は、まあ、来てもらった人に、少しでも愛媛にこんな人が多いなと、あといい試合するなというように思われないので、まあ、格闘技が日本一番、結局だんだん最近盛り上がってきてるんで、またその一夜というふうに、はい、なりたいと思ってます。よろしくお願いします。すみません、ではこちらまずお願いします。こちらお願いします。まず6選手を行った後にですね、続いて対戦カード別で撮影を行います。皆さん、ファンの皆さんもぜひ記念撮影